オンタリオ軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万7931人であり、2000年の10万224人から7.7%増加した。軍庁所在地はカナンデーグア市であり、同軍で人口最大の都市はジェニーバ市である。オンタリオ軍はロチスター大都市圏に属している。 2006年、雑誌、プログレッシブ・ファーマーが、偉大な学校、低い犯罪率、優れた医療とロチェスター市に近接していることを評価し、アメリカで最も住みよいところに、オンタリオ軍を挙げた。1683年に、ニューヨーク植民地で軍が作られたとき、現在のオンタリオ軍地域は、オールバニー軍に属していた。これは巨大な軍であり、 ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。百七十二年三月十二日、オールバニ軍の残りが三つに分割され、 一つは、オールバニー軍の名前で残った。一つは西部に作られたトライアン軍だった。トライアン軍の東部協会は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側と、デラウェア川西支流より、西の領域を含んでいた。トライオン軍に指定された地域には、現在のニューヨーク州37軍が入っている。ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで、 名付けられた。1776年に先立つ年に、トライアン軍のロイヤリストは、大半がカナダに逃亡した。1784年、アメリカ独立戦争を終わらせた、条約締結に続いて、トライアン軍は、モンゴメリー軍に改名された。これは独立戦争時の将軍リチャード・モントゴメリーに、ちなむ命名だった。モントゴメリーはカナダで数箇所を占領した後、 ケベック市攻略中に戦死した。憎まれたイギリスの総督に代わる命名だった。1787年から1795年、バンカーヒルの戦いで大佐だったセスリードが家族と共にパイオニアとして移ってきた。1789年、モンゴメリー軍からオンタリオ軍が分離した。この時のオンタリオ軍は現在の領域よりもかなり広かった。 現在のアリゲニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ジェネシー軍、モンロー軍、ナイアガラ軍、オーリンズ軍、スチューベン軍、ワイオミング軍、イエーツ軍の全体と、スカイラー軍、ウェイン軍の一部が含まれていた。1796年、オンタリオ軍の一部からスチューベン軍が分離設立された。1802年、オンタリオ軍からジェネシー軍が分離設立された。 このジェネシー軍も現在よりはかなり広かった。アリゲーニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ナイアガラ軍、オーリンズ軍、ワイオーミング軍の全体と、リビングストン軍、モンロー軍の一部が含まれていた。1821年、リビングストン軍とモンロー軍が、ジェネシー軍とオンタリオ軍の一部を合わせて設立された。1823年、 セネカ軍の一部とオンタリオ軍の一部を合わせ、ウェイン軍が設立された。同年、スチューベン軍の一部とオンタリオ軍の一部を合わせ、イエーツ軍が設立された。マンチェスターにあるジョセフ・スミス・シニアの家、フレームホームと呼ばれる、末日生徒運動の設立者、ジョセフ・スミス・ジュニアは、1820年代に、マンチェスターとパルミラの町境に住んでいた。この運動の初期に、 いくつかの出来事が軍内で起こった。マンチェスターのヒルカモラは、後に、モルモン書と呼ばれることになる書き物を含む金の板を発見した場所と言われている。スミスは1823年から1827年の毎年秋分の日にこの丘を訪れ、天使モロニの教えを受けたとしていた。スミスは1827年9月22日に、記録を取ることを許されたと語った。 モルモン書は1830年にパルミラで出版された。当時名前のなかったこの丘は高さが110フィートあり、パルミラからマンチェスターを通り、カナン大河に向かう道路沿いにあった。スミスの家からは数マイルの位置だった。1930年代からこの丘で、末日聖徒イエス・キリスト教会によるヒルカモラ・ページェントが毎年開催され、多くの観光客を呼んでいる。 協会はこの丘で観光案内所を運営し、オンタリオ郡とウェイン郡境にまたがるスミスの土地と家やパルミラニューヨークテンプルを維持している。オンタリオ郡はニューヨーク州西部にあり、バッファロー市の東、ロチェスター市の南東、イサカ市の北西に位置している。フィンガーレックス地域に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は662平方マイルであり、このうち陸地644平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は2.72%である。オンタリオ軍は監督官理事会が統治しており、軍監督官と共に、理事会、監督官形態をとっている。監督官は、軍内16の町から各一人、カナンダイガ市から二人、ジェニー橋から三人、 合計21人の監督官で構成される。2004年時点で、軍政府には800人以上の常勤職員がおり、これを、季節労働者あるいは、パート職員360人が補い、予算は1億3600万米ドルである。アップステートニューヨークの田園部にある軍と同様に、共和党寄りの軍である。1996年、 アメリカが衆国大統領選挙で民主党候補を支持したが、これは1964年以来のことになった。2008年では共和党のジョン・マケインが1%に満たない金差でバラク・オバマを制した。ニューヨーク州議会会員では第131選挙区に上院では第54及び第55選挙区に入っている。アメリカが衆国会議員ではニューヨーク州 第23及び第27選挙区に入っており、2013年時点では共に共和党員を選出している。司法では次の区に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。